タリス銃乱射事件とは2015年8月21日に発生した高速鉄道タリス車内でイスラーム過激派の男が銃を乱射した事件。タリス鉄道路線図2015年8月21日乗客554名を乗せたアムステルダム発パリ行きの高速鉄道タリス車内でトイレに入ろうとしたフランス人の乗客がトイレ内で自動小銃 AK-47 の装填音に気づき、出てきたところを取り押さえようとしたところ、男が自動小銃を発砲した。この時、フランス系アメリカ人の乗客が被弾し重傷を負った。発砲が起きると乗務員は、客室の通路を走って乗務員室に逃げ込み鍵をかけた。乗客たちが乗務員室の扉を叩き開けるよう求めても、乗務員は扉を開かなかった。 しかし、乗客のアメリカ軍人2名、アメリカ人大学生、フランス在住イギリス人ビジネスマンが男を取り押さえ、制圧に成功した。アメリカ空軍兵士であるスペンサー・ストーンは犯人に、カッターナイフで切りつけられ、首と手を負傷した。犯人を取り押さえた、アメリカ人3名は友人であり、幼馴染みでもあった。オレゴン州兵である、 アレックス・カラトスがアフガニスタン中流から帰国したのを祝っての旅行のため3名はタリスに乗車していた。犯人はシリアへの渡航歴もあるイスラーム過激派の26歳のモロッコ国籍の男で事件前から情報機関にマークされており、事件当時は AK-47 の他にも複数のナイフや拳銃を所持していた。また、登場していた フランス人俳優のジャン・ユーグ・アングラードは警報器を鳴らそうとしてガラスを叩き割り軽傷を負った。また乗務員が乗務員室に逃げ込み扉を施錠して閉じこもったこともあり乗客全員が殺害されることを覚悟したと述べている。スペイン政府のテロ対策機関は犯人が2014年まで7年間スペインに居住しておりベルギーには短期間居住しフランスを経て シリアへの渡航歴があったことを公表している左から、フランスはオランドフランス大統領、アレクス・カラトス、ジェーン・ハートレー在フランス・アメリカが州国大使、スペンサー・ストーン、アンソニー・サドラー犯人を制圧したアメリカ人たちの行動に対して、フランスのベルナール・カズヌーブ内務大臣は、非常事態において偉大な勇気を示したと称えた。また、 バラク・オバマ・アメリカ合衆国大統領は英雄的な行動で悲劇を防いだと称賛した。アラス氏からは勇気を称えるメダルが授与された。フランス政府からはレジオンド・ドヌール勲章が授与された。また、3人はバラク・オバマ大統領からホワイトハウスへ招待された。負傷したスペンサー・ストーンにはさらにパープルハート賞とエアマンズメダルが授与された。事件後、 兵士は再び軍部に復帰している。本事件は、クリント・イーストウッドの監督の下で、15時17分、パリ行きというタイトルで2018年に映画化され、アレックス・カラトス、スペンサー・ストーン、アンソニー・サドラーは、本人役で主演した。ありがとうございます。